はい、こんにちは、えー。てっちゃんはジャーナリストの時間です。今日はね、えー、今ね、騒がしてる大相撲の件で、えー、モンゴル人力士についてのお話をしたいと思います。でもちろんね、元横綱白鵬の宮城の親方も、えー、今も帰化して日本になってますけど、モンゴル出身。そして今回引退した北西鵬もモンゴルということでね、 あの、だいぶ前に引退した元横綱の鷹の花。鷹の花はね、結構、まっすぐな人でね、まっすぐな人で、その、まあ、はっきり言うと、まあ、八百長とかね、そういうのをすごい嫌う人なんですよ。だから、ある意味ね、あの正義の人。だから、ぶっきらぼうだけど、やっぱり正義の人。 っていう感覚が僕にありました。まあ、ただね、子育てとかね、そういうのはどうかな。ちょっと頑固すぎるところはありましたけど、でね、あの、結構ね、あの、過去、もう十数年前から遡るとね、えー、モンゴルから来た方の力士の、ゴー事件とかね、で、こんなんがあって、えー、まあ、理事の人が奔走してもみ消し、 をこしたたととねいうようよなことも言われてたりあるいはねモンゴル人によるそのまあ八百長っていうのがね、まあ、横行していたっていうようなことも言われていてで一番顕著に言われていたのはあの当時ね貴乃花の部屋に所属してたそのモンゴル人の対応の要はまああの出身の力士にね 白鵬が電話をかけてきて負けてててき負まあ要はね、まあ、そういうまあ八百長の依頼ってだから実際にその力士はまあ依頼だったからもう電話を取らなかったとそして実際にね次の日に次の日かまあ何日か後にねその取り組みをしてね白鵬を負けたんですよでそれをね根に持ってまあいろんな その同じモンゴルの人たちのこうコミュニティの中で仲間外れにしたり暴力を振るったりまあそれをまあ要は当時の親方の鷹の花が見かねてすぐそういうのを問題にしていたところがね当時はねその相撲協会ってそういう暴力事件とかそういったものをねもむけすっていうねそういう風土だったんですよだから 僕はね、今ね、貴乃花が相撲協会にいたらね、本当にね、そういう、まあ、暴力事件であるとかね、あるいはそういう、まあ、八百長疑惑とかね、そういったものは一掃してくれたんじゃないかなと。だから、えー、ちょっとね、うん、当時は周りになじまずに、まあ、相撲界を去りましたけど、もともとその、モンゴルから来た人たち、 の中でモンゴル人同士でねこうお互いのね、あのー、損得で、えー、勝って負けてくれっていうようなね話がこう横行していたというのがねあ何年だったかなありましたねでその後に今度、えー、八百長からスタートして今度はあの掛、ーえー、け事ね博打、ギャンブルが問題になったとでねあのー 結局ね、僕ね、日本人力士にも悪いことした人、過去にいます。でも、何度も言うようにね、あの僕はね、あの僕の持論としては、あの日本相撲協会にね、あのそのモンゴルの人たちがバンバン入ってきてね、横綱も大関もモンゴルの人ばっかりってね、これ、どういうことって、僕はね、まあ、それは強いかもしれない。うん 強いしルールでまあ力士になれるってやってるんだからそれは別にねルールだから仕方ないと思うでもねもう国技じゃなくなってきましたよねでね違うそのね考え方の人たちが入ってくるとどうしてもねあのねやってはいけないことをやってしまったりあとねあれ薬の疑惑もあってまあそれはね箱を というわけではなくてねまあいろんな、まあ、過去にねそういう大麻とかね、まあ、その辺の事件があってまあ横綱クラスもやってたんじゃないかとかっていう話もあったりねして結局ね、あのー、そういう噂で済んだものもあるし、えー、公になったものもある。で僕はねねやっぱり、ね あの、鷹の花部屋が亡くなった、鷹の花親方が引退をした時の、まあ、本人口固いから言いませんけど、やっぱり、いろんなね、そういうものがあったような気がしますね。だから、あの、朝青龍にしたって白鸚にしたって、それは人気があったかもしれない。で、ファンもいたかもしれない。だけど、やり方とかね、態度とか、 横綱の風格ととかそんなとこを見たらねやっぱりね、あのー、大関横綱になる前にね、資質があるかどうかとか、向いてないとかっていうのをね、やらないと、強かったから横綱にしました、強かったから大関にしましたっていうのはね、そういった大相撲がなるとね、あのやっぱりあくまでも日本の国技でしょ。だから まあ、バレなかったら何をしてもいいっていうわけじゃないんでしょうけど、やっぱね、40何回優勝した横綱にしてはね、やっぱりそういう噂が絶えなかったこと、それはね、ちょっと残念だなと思うし、やっぱりね、噂がやっぱ出てき、出て、1回でも2回でもね、噂が出てきた人っていうのはね、必ずね、なんかでつまずくんだと思いましたね。うん。あの、今回はたまたまじゃなくてね、 そのいっぱいそのダメだということをやってる中の一つが見つかっただけの話なので、あの、まあ、ちょっと少なくとも今の相撲協会のやり方とかね、今の相撲協会の理事の人たちから見たら、やっぱり白鵬は目の上のパンコなんでしょ、宮城の親方ね。うん、だから今回の事件で、 もうね僕ねモンゴルからボンボン,ンボン来るっていうのはねだから一人の一つの部屋に一人までって決まってるんですけどねだけど今回引退したのはまあお母さんが留学で早いから来てたからっていうんでね北海道出身っていうことになってるんですよあの北西方だからなんか抜け道がいっぱいあってね結局 あ、これ素質があるな、モンゴルの子だよ素質があるなと思ったら、結局、えー、国籍が、国籍が、あのー、あのー、モンゴル出身者は一人しか入れれないってなると、そういう抜け道を早い段階から作って入れるとね、あの、非常に枠が広がるっていうやり方を、まあ、白鵬自体考えてたんじゃない、宮城の親方自体考えてたんじゃないかなと、まあ、ある意味ね、小ずるい。うん、小ずるいしね、 昔から疑惑があったっていうことはね、日のないところに煙は立たずだと思います。